久しぶりね、キアナ。姫子先生。私、急に現れすぎたかしら？それならいいけど、キアナ、結構変わったわね。姫子先生は、少しも変わってないね。そう？なら嬉しいわ。これは意識の残影だよね。そうね。少なくともここの時間は流れることがないわ。でもこうして会話することはできる。ごめんね、そばにいてあげられなくて。姫子先生に会えてすごく嬉しい。こういう形でちゃんとお別れを告げられるんだから。あんたが変わったと思う人はきっと私だけじゃないでしょうね。うん、みんなにも言われた。それで、あんたはちゃんと空の律者に勝った。そうでしょ？うん。みんなのおかげ。キアナなら、勝てると信じてたわ。それより、キアナ、セーフレイヤーに戻ってみたいと思わない？思うよ。天命との戦いの後、みんな学園を出たの。機会があったら戻ってみたいと思ってた。それなら今行ってみるのはどう？キアナ、少しの間この流れない時間を楽しみましょう。景色が変わった。これは私の記憶よ。何年も教師をやってたから、セーフレイヤーの隅々までちゃんと覚えてるわ。懐かしいわね。
この青春に満ちた学園の雰囲気。うん、そうだね。あの頃の私は早く大人になりたいと思ってたけど、まさか大人になるのがこれほど辛いものだって知らなかった。じゃあもしやり直す機会があったら、あんたの選択は変わる？変わらないと思う。だって変わったら私らしくないでしょ。ティアナ、ご覧、学寮よ。あの窓のところは私の部屋ね。あ、知ってる。夜になっても姫子先生の部屋はいつも明かりがついてた。今考えるとあの頃って結構大変だったんじゃない？それほどでもなかったわ。ただ酔っ払って明かりを消し忘れてた時もあったからね。ほら見て、あの木の茂み。あんたが授業をサボった時、いつもあそこに隠れてたわよね。ずっと気になってたんだけど、どうしていつもあそこに隠れてたわけ？すぐに見つかるのに。だってあそこポッカポカで最高なんだもん。あの塀のことまだ覚えてる？キアナ。うん、よく塀を乗り越えて外に行ってたな。学園長が頭を痛めてたわよ。塀の高さを3回も上げたのに、それでもあんたを止められないってね。道理でどんどん飛び越えるのが難しくなってる気がしたよ。でもそれ以上もう高くすることはなかったわ。どうして？あんたが怪我するのを心配したからよ。あ、昔の訓練場だ。キアナが居眠りしない数少ない授業よね。あの頃の私はこういった戦闘訓練だけが好きだったからね。手合わせで委員長たちに勝ったことは一度もなかったけど。今はどうなの？今はわからないよ。あんたたちがここで授業を受けてたのが昨日のことのように感じるわ。教えてくれる？今みんなはどうなってるの？そう、そんなことがあったのね。ブローニャが断りの律者になってるとは。確かにあの子にはネゲントロピー名手になる素質があるわ。普段は無口だけど、観察力も学習能力もあの子の横に並ぶ者はいないもの。それと不可の正体がそんな大物だったなんて。さすがに驚いたわ。でも今になって考えると、だからこそ彼女の眼差しは同世代の子と違っていたのね。委員長にもいろいろあったけど、今は心の霧が晴れてると思うよ。うん、彼女のことは心配だったの。いつも難しいことを心に秘めて一人で背負おうとしていたから。あの時彼女は私を助けるために崩壊エネルギーを中和する血栓をくれた。結局その行為を裏切ることになるから、彼女に謝らないとね。伝えておくよ。メイに関してはあまり心配はいらないと思うわ。あの子は優しい子、
その点に関しては変わらない。うん、分かってる。メイ先輩のことを信じてるし、彼女の気持ちも分かってるから。ただつい思い出しちゃうの。あ、ここに戻ってくるといろんなことが蘇ってきちゃうね。本当はずっと分かってた。一番みんなに助けられてるのは私の方だって。メイ先輩、ブローニャ、委員長、テレサ、それに姫子先生。知ってるの？みんなのおかげで私はここまでやってこれたし、これからも迷わず進み続けられるって。でも、やっぱり心配しちゃうんだ。心配？自分がちゃんとできてるかなって。もっと早くにいろんなことが分かってたら、みんなに心配をかけることはなかったし、メイ先輩だってヨルムンガンドに行くことはなかった。みんなを裏切ったんじゃないかなってたまに思うんだ。キアナ、一つ物語を教えてあげる。授業が始まるの？何？聞きたくないの？ううん、聞きたいよ。これは十数年前、私が大学に入ったばかりの頃、あんたたちと同じ年頃の話ね。あの頃、父は天命の研究所で仕事をしてた。何を研究してたかについては私もよく知らない。仕事は忙しかったみたいだけど、いい父親だったわ。いい成績を取った私を褒めてくれたり、時間を作って一緒に食事したり、誕生日ケーキを買ってくれたり。けどある日、父は私の目の前から、この世界からいなくなった。私は父の死を受け入れられずにいた。よく知ってるあの顔が、こうも簡単に私の人生から消えるだなんて、信じられなかった。結末を言うと、私は天命に入って、人工精魂を移植することで、ヴァルキリーになった。当時の私がしたすべては、意図的に隠された父の死の真相を調べるためだった。娘としての執念が、ヴァルキリーとしての私を動かしてたわ。でも、ヴァルキリー部隊で、私はラグナ隊長に出会った。ヴァルキリーは世界に光をもたらすもの。執念や憎しみばかり考えていてはならないって。私に言ってくれたわ。彼女のおかげで、私は心に封じた苦しみを解き放ち、ヴァルキリーとして明日への目標を見つけることができた。美しくない世界を、あなたの望むように変えなさいって言葉も、彼女が教えてくれたの。でも、あんたたちと比べて、ラグナ隊長と一緒に戦えた時間は、そう長くなかったわ。2010年の災害。キアナ、空の律者はいつも災いの結果をあんたのせいにするけど、それは違う。彼女には人々の選択が見えていないし、美しい光を受け入れようともしていない。今から言うことが、本当に私があんたに伝えたいことよ。
ラグナ隊長が犠牲になった後、私は彼女の遺品を整理したわ。彼女の生活を物語る服、本、お菓子の他に、引き出しの奥にしまわれた手紙があったの。親愛なる戦友たちへ。この手紙を読んでいるということは、おそらく私はもう死んだんでしょうね。私個人の財産は組織のルールに従って処理すればいい。注意金に関しては心配することはないはず。それから、この手紙を読んでいるあなたに、ある物語を教えましょう。数年前、永久ヴァルキリーになったばかりの頃、私はよく被災地の事後処理に派遣されていた。でも正直に言うと、そういう仕事は自分の才能を無駄にしているだけだと、あの頃の私は思っていたわ。弱くて何も知らない一般人を助けるより、敵を倒すことこそが、ヴァルキリーの本当の責務だと、かつての私はそう考えていた。ある日、私は勇気を出して、視察に来た主教様に質問したの。ヴァルキリーを派遣して、被災者たちの手助けをすることは、崩壊を倒すことにつながるのかと。主教様は私を一目見て、何の躊躇なくこう答えた。つながらないと。当時の私も明けに取られたわ。そんな質問した私はお叱りを受けるか、処罰されると思ってたから。でも、あの方の言った言葉がきっかけで、私は自分の職業に対する考えを根本から変えることになった。あの方はこう言ったの。天命はいつもこのように自分たちの信念を伝えてきたと。戦友たち、これは私があなたたちに伝えたい言葉でもあるわ。私たちが信念を持ってしてきた仕事で、その結果が私たちの望んだ通りにならなくても、無意味なことなんかではないの。私たちが守ってきた美しいもの、美しいものになろうとするもの、そして私たちが大事に思っていたもの、それらはまだちっぽけで弱い。無駄に思うかもしれないけど、それはまだ種のままだからよ。その種はいつか美しい花を咲かせる。だから戦友たち、私のために悲しむ必要はない。私は枯れてしまうけど、希望を育む土と肥料になるわ。そして、未来に咲く希望の花は、いつか自分の守りたいものを見つけるはずよ。それが、ラグナ隊長が最後に教えてくれたこと。正直に言うと、あの時の私には、全部理解できなかった。ただ、ある声が聞こえたわ。聖フレイヤに行けと。そしてあの日、私が深紅の装甲を身につけた日、私は彼女の言葉を思い出したわ。運命の歯車が噛み合ったかのように、私はその手紙に書かれてたことを理解したの。キアナ、あの任務の報告書は読んだわ。誰もあの災害で何があったか知らない。でも、暴走した律者は制圧され、天下制裁を解放したジークフリートも生き残った。
それはそこにいる誰かが正しいと思った選択をしたからだと思う。きっと隊長はあんたの中に守りたい何かを、私も見たことのある何かを見つけたのよ。隊長も私もみんなそうだわ。あんたならできる。より多くの人たちを助けられる。世界をより美しくすることができるって信じてるから。そして現にあんたはちゃんとできてるわ、キアナ。あんたが天球史でしたこと、大巨山でしたこと、そして支配の律者を倒すためにしたこと、あんたは多くの人たちを救った。その人たちもより多くの人たちを助けていく。それは人類に受け継がれる消えることのない灯火よ。ありがとう、姫子先生。本当は分かってるの。ただたまに困惑するのも理解できるわ、キアナ。みんなに助けられた分、責任を感じるでしょう。だから覚えておかないといけない。あんたは一人じゃないってことをね。仲間になってくれたネゲントロピーのこと、いつもあんたたちのことを考えてる学園長のこと、頼もしい委員長の負荷のこと、ブローニャのこともね。口に出すのは得意じゃないけど、あの子はいつだって仲間を思ってる。彼女の行動も成長もあんたは分かってるでしょ。それにメイ、彼女はあんたたちの中で一番優しい子だから心配いらないわ、キアナ。彼女を信じましょう。きっと正しい選択をしてくれるはずだから。そしてキアナ、あんたは私の生徒の中で一番やんちゃで、それでいて一番諦めが悪い人よ。あんたにはみんなを変える力がある。周りの人たちを前に進ませる力があるわ。だから仲間を信じて頼ってみなさい、キアラ。彼女たちもあんたのことを信じて頼りにしてるんだから。